阪神3601.3701系電車は、阪神電気鉄道が、かつて所有していた、優等列車用の電車である、急行、特急といった、優等列車運用が主体だったため、急行軽車両に分類されることがある。旧型車の置き換えと輸送力の増強を目的に1961年から1962年に、かけて20両が製造された。 1971年より、冷房装置の設置と制御装置の電気し、直波制御への改造が実施され、電気ブレーキの撤去により7000番台の7601.7701、型と解消されるが、本校では合わせて紹介する。1954年の3011、軽登場によって投入が開始された、阪神の大型車は、1958年に、 製造された、急行系の3301系、3501系24両と、普通系、ジェットカーの試作車である5001系以降、普通系、ジェットカーの量産車5101系、5201系30両を1959年から1960年にかけて製造、運行開始したことにより、 普通運用では、旧性能の小型車とジェットカー各形式とでは、性能面での差が建設してしまったことから、残存していた601型を淘汰するとともに、1960年9月のダイヤ改正から昼間時の普通は1101計画、形式からすべてジェットカーでの運行となった。この時点では801、831型や851、861、 881、ガッタといった、急行系の小型車は輸送力では劣るものの、運転面ではまだ大型車に追随できることから、大型車に越して、急行、準急運用に充当されていた。しかしながら輸送力の増強は緊急課題であり、同時に、阪神の新設軌道各線は1968年に予定されている、神戸高速鉄道への乗り入れ及び、 三洋電気鉄道との相互直通と、それに伴う、河川電圧の直流6 0 0トから1 5 0 0トへの昇圧が控えていた。それまでに、現存の小型車を置き換えて、車両の大型化という総力の増強を図ることが求められていた。従来のような全電動車方式での増備は、製造コストがかかりすぎるという難点があったが、この時期になると、 小型軽量で大出力の主電動機の製造が可能となり、阪神においても急行系車両では、電動車と付随車を混成した MT 編成でも十分対応が可能と分かったことから、阪神初の本格的な制御車を連結し、合わせて 1500V 昇圧に対応した3601.3701型を新造することとなった。1961年から1962年に、 かけて、制御電動車の3601型と制御車の3701系、2両編成10本が製造された。製造は20両全車が、川崎車両である、1967年の河川電圧1500、ボルト小圧に備えた、副電圧車であり、阪神では、初めて全電動車を脱した MCTC の固定編成が採用された。また、 駆動方式も3011系以来の直角、カルダン駆動方式に変わり、中空軸平行、カルダン方式が採用された。5231型は3601.3701系の普通車版となる。形式は MC 車が3601系、TC 車が3701系である。車両番号は、奇数車編成は、大阪よりが MC、 神戸よりが TC となるが、偶数車編成は逆に大阪よりが TC、神戸よりが MC となっていた。昇圧時には、奇数編成と偶数編成を MC 車同士で連結させ、片方を低圧車、もう片方を高圧車として4両固定編成にする計画であった。車体は3301系、3501系、同様、全長約18.8メートル。 車体幅2.8メートルで、裾部分も R の付いたタイプで、側面窓配置は d 1 d 2二 d, d 2 2 d 2客用扉は急行系車両標準の幅広の片開き扉を継承し、客用扉間の2枚窓を2組組み合わせた。デザインも3 3 0 1三3501型と同一であった。正面のデザインも三百一1三千五百一。 ガタを引き継いだ貫通扉付きの正面3枚窓で、左右の窓状に全焼灯を取り付けていたほか、左右裾部には微灯を取り付け、左右の窓の外側には、雨どいが露出した状態で取り付けられており、車掌台側の雨どいの横には、屋根上のステップが取り付けられていた。車内は、ロングシートで3301系、3501、ガと同じ車内見つけである。内装材には、 デコライタステンレスアルミの採用でムット創化を図った。化粧板の色は天井を白色、壁面を若葉色とし、8000系8011系の登場までの半身の標準となった。電動車にはパンタグラフを2機設置、その間には打形式と同様に箱型の通風機が搭載された。台車は急行系車両標準の住友金属工業。 FS-341 を電動車の3601型に装着し、制御車の3701型には、同台車の T 車用であるスミトモ FS、住友 FS-31 を装着している。T 台車は基礎ブレーキにクラスプブレーキを採用した。この FS-341 台車はこれ以降の急行軽車両の標準台車となった。主電動機は、 出力1 1 0ットの東洋電気製造製 TDK-814A を4機搭載、制御機は 3301K、3501K のペ -15A からジェットカーで採用実績のある、小圧多応の東芝製 MCM 型とされたほか、駆動装置も従来の直角カルダンから中空軸平行カルダンに変更された。 登場直後の3601.3701型は3301系3501型と組んで3から5連で優等列車に充当され輸送力の増強に当たるとともに年出した急行系小型車を電房線運用に関することで同線で運用されていた1101系各形式の置き換えに当たった1967年11月の昭和時には 当初の計画通り主回路を直列に接続して2両の打ち片方を低圧車、もう片方を高圧車とする押し取り昇圧方式で対応された。奇数編成と偶数編成を MC 車同士で連結させ、TCMCMCTC MC MC TC の4連を編成、MC 車同士で2両ユニット化されるとともに連結面側のパンタグラフを撤去した。その後、使われなくなった。 MC 社の運転台機器も撤去し、中間電動車となった4連貨後も4連で優等列車に重当されることもあったほか、当時5連が最長量数であった特急にも、いずれかの先頭に、単車走行可能な3301.3501-3521の各形式を連結して重当され、神戸高速鉄道開業後は、 西洋電気鉄道本線スマウラ公園駅までの直通運転にも充当された。また、ラッシュ時の特急6連運行が開始されると、増結相手に二連基本の3561型も加わった。阪神の車両冷房化は、1970年に製造された、急行計7001系7801系7840。 以降と普通計5261計5271から5274で開始された。1971年には7861経前車に対して冷房改造を実施。引き続いて1971年秋以降から固定4連で特急運用に入る機会の多い本形式の冷房改造が実施され。 同時に制御機の乾燥も実施されることとなった。3601.3701型は冷房化、4両固定化、制御装置乾燥、電気ブレーキ省略を含む改造を行い、形式を7601.7701型に変更した。制御機を東芝製の電気市直波制御装置である BS-424A に乾燥した。合わせて電気ブレーキを省略。 ブレーキ装置を HSC に改造した。阪神の急行系車両に搭載された電気子直波制御は、後に同社の普通系車両に搭載されたものや、他社の車両とも異なり、改正ブレーキを省略した立候専用のものであった。この方式では、電力改正のメリットはないが、回路の無接点化や抵抗器の排除によるメンテナンスの軽減と熱源の排除。 加速時の熱に変わる電力の節減には貢献するものであった。中間に入った MC 車の運転台を完全に撤去し客室化した。同時に編成の組み替えを実施、中間電動車の旧運転台部分で連結されていたのを改め、逆の連結面側で中間電動車同士を連結する形態に改めた。7701型については4両固定化の際に従来奇数番号が 神戸より偶数番号が大阪よりだったものを逆転させた。冷房装置は分散式マウマイナス 13H を先頭車は7機、中間車は6機搭載した。固定編成館は防連結機となった。これらの改造は翌1972年5月までに完了し、同年の夏からは乗客に冷房サービスを提供することとなった。また、 平結アイテム7861型や冷房改造を済ませた7801型へと変わっていった。1976年には社外スピーカーの取り付け改造を実施。1978年には列車無線装置を誘導無線方式から VHF 方式に変更。1981年から1984年に。 かけて全面及び側面に行き先表示器の取り付け改造が実施された。登場から30年、制御期間燥からも20年近く経過した1980年代後半に入ると老朽化が目立つようになり、8000系の増備に伴って1989年により廃車が開始された。最後に残った7707回も1991年9月30日付で廃車となり、 本形式は消滅した。廃車後の保存車両及び譲渡車両は存在しない。ありがとうございます。